皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。フルーツラジオご案内の中金久美智子です。8月に入りましたね。早いものです。猛暑が続く毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のフルーツラジオは、神の小さな声に聞き従うことについてお話をしていきます。日常の中で神が個人的にどのように語られるのか、それはとても興味深いことです。私自身も日頃、神様が語られることに対してどのようにそれを受け取るか、それがある意味日々の課題だとも思っています。神の心を知る秘訣が、神の語りかけがどのようなものであるか知らなければならないからです。神の声を聞くということについては、聖書の中で、多くの偉大な人物が神の声に聞き従ったことが記述されている箇所が多くあります。私が真っ先に思い出すのは、マナ息子のイサクをモリアの地に行って神に捧げるシーンでの神の語りかけです。創世記22章9節10節には、二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り祭壇の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子をほふろうとした。アブラハムがイサクを神への捧げ物として、縛って祭壇の上に置いて、そしてアブラハムは本当にこの手を伸ばして刀を取って自分の子をですね、刀でこう切ろうとしたんでしょうね。その光景が浮かびますけれども、私の想像としては、どこに刀を刺したのかな、喉のところなのかなというふうに思ったりしてですね、この本当にこの喉のところまで刀がこうある状態のところでですね、創世記22章11節から12節には、その時主は使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。はい、ここにおります。ということで、この節でアブラハムは神の声を聞き取り、他に備えられているお羊がいることを見て、イサクに手をかけることをやめました。いかがですか。これを考えると、私だったら神の声をちゃんと聞き取ってアブラハムのように対処できただろうかというふうに思ったんですね。私の見解ですが、アブラハムは常に神を意識し、神が語られることを待ち望んでいた方、あらゆる場合に神に信頼し、神が必ず助けてくださる良いお方だということを本当に信頼しきっていた方なんだなと思うんですね。ですからアブラハムは神の声を素早く聞いて理解することができました。本当に神との交わり、信頼関係が本当にあったんだなと、そういうふうに考えるんですね。神が語られるとき、私たちがそれを神の声として受け取ることができるかどうか、それが肝心です。聖書の中でサムエルはイスラエルの主だった祭司、預言者として使わされた人物でした。第一サムエル3章1節から19節を見るとき、サムエルも最初は神の呼びかけに神とは気づきませんでした。しかしこの章の最後を見るとき、このように書かれています。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。
この第一サムエル3章1節から19節の中では、かいつまんで説明をしますと、サムエルはエリという祭司のもとに仕えていた本当に幼子でした。この当時ですね、もうエリは目がかすんで、もう本当に物があまり見えないような状況。そしてその頃のエルサレムですね、イスラエルにはあんまり神の言葉が望んでいなかったというふうに書かれていました。その中においてですね、幼子サムエルに対して、サムエルはこの神の箱が安置されている主の宮で寝ていたとあります。そして主がサムエルを呼ばれました。その時ですね、ですけれどもサムエルは、神に呼ばれているとは気づかなかったので、エルのところに走っていってですね、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでというふうにですね、エリのところに行ったわけです。ですけれどもエリは、私は呼ばないよ、我が子よ、帰っておやすみなさいと言いました。そしてまたサムエルがですね、眠りについた時にサムエルにですね、また神様からサムエル、サムエルというですね、呼ばれる声がしたので、また二度目もエリのところに行きました。でもエリはですね、またこのように、私は呼ばないよ、我が子よ、帰っておやすみなさいというわけですね。そしてまた三度目に主がサムエルを呼ばれました。そしてサムエルはまた起きてエリのところに行って、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでというふうに言ったんですね。そこでエリはですね、ああ、主がこの少年を呼んでおられるんだなということを悟ったので、エリはサムエルに今度はこのように言いました。行っておやすみ、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。そのように言って、サムエルは自分のところに帰って寝ました。そのうちに主が来られて、そばに立って、これまでと同じようにサムエル、サムエルと呼ばれました。そしてサムエルは、エリが教えた通りにお話しください、しもべは聞いておりますと言いました。こうしてですね、主がサムエルに語りたいと願うことを、イスラエルに対する、そしてこの祭司エリの家について対すること、関することをですね、本当に一つ一つ、詳細を話していきました。その内容は後でじっくり皆さんで読んでいただきたいと思う箇所なんですけれども、そこでサムエルは、先ほども少し読みましたけれども、成長して、主は本当にサムエルと共におられて、サムエルは本当にこの神様からいただいた言葉を一つも地に落とさなかったということなんですね。ですので本当にこの箇所を読むときに、サムエルはこの本当に、ある時代ですね、例えばサウル王、そしてダビデの時代、この王として召し出すときにサムエルが用いられたわけなんですけれども、そういったですね、この一世代王になってきたサムエルですけれども、でもサムエル本当に幼いときに、祭司エリのもとに仕えて、まだ本当に幼かったサムエルは神の声を知ることがありませんでした。神が語るということを知らなかったわけですね。ですけれども、その時から本当にこの幼い時にサムエルが、主に呼ばれた時、その時からですね、このエリに教えられて、主があなたを呼んでいるんだよ、あなたに語っているんだよということを教えられた時からですね、あ、主が自分に語っていることを悟って、それから彼は成長して、本当に主がサムエルと共にいて、主の言葉をですね、一つ一つ伝える器に成長していったということを見るときに、私たちのこの聞く耳、神様が語っておられる聞く耳というのは成長するということなんですね。そしてサムエルと同じように、主も私たちと共におられるということを知って、そして主が語られることを一つ一つですね、聞き漏らさずに聞くことができるようになっていくというですね、こういう、なんて言うんでしょう、背景があるんですけれども、
このビル・ハイベルスという方がいます。ビル・ハイベルズという方ですね。この方が書いた神様は大切なことほど小さな声でささやくという本があるんですけれども、この本の中で、彼はですねミッションスクールに通っていた、幼い頃ですね、このスクールの教師からこの第一サムエル3章1節から19節の物語をですね、聞かされていました。このミッションスクールでこの、教師から、聖書の物語を聞くというのがですね、一つの、家庭にあったわけですけれども、でもこの本当に子どもたちは遊びたいです。本当に運動場に行って遊びたい盛りですから、この一生懸命にこのスクールの教師が語る、これサムエルの物語を聞いた後に遊ぶことができる、運動場に出ていてですね、走り回って遊ぶことができるということを子どもたちは知っていますので、もう本当に教師が語るこの物語を一生懸命に聞いて、一生懸命に聞けばですね先生の話が早く終わるので、一生懸命に聞いて早く運動場で遊びたいなとそわそわしているわけですね。その中の一人としてこの、ビル・ハイベルズ主もいたわけですけれども、この幼子がでこの物語を聞いて、もうみんなと一緒にですね聞き終わった後に運動場にバーって走っていくんですけれども、その走りながらも彼女は、一つのことがですねすごく気になりました。幼子であったサムエルに対して神様がサムエル、サムエルと呼びかけたその部分ですね。彼も幼かったですから、この言葉がですね本当に耳に残って、ああ小さな自分にも神様が語ってくださるのかな、ああそのことを知りたいと思って、彼は運動場にまっしぐらに走ってはいましたけれども、心の中のその思いがあって、そして運動場に向かっている足を、バックして振り返ってですね、そのスクール教師のところに、走っていきました。そして彼はこのように聞きました。小さな子にも神様は語ってくれるの？そのようにですね、彼は先生に対して聞いたわけですね。そうすると、先生はですね、もちろん小さい幼い子供にも神様は語ってくれるよということを、話しまして、そしてその時に、その教師が持っていた詩をこの、ハイベルズさんに与えたわけですね。その詩をですね、このハイベルズさんは、幼いハイベルズさんは、あ、これは記憶するべきだと思ってですね、一晩でこの詩を暗記したと、書かれています。この詩を少し紹介してみたいと思います。王、与えたまえサムエルの耳を、主よ、よく聞こえる耳を、あなたのいかなるささやきもさとく素早く聞こえる耳を、サムエルのごとくあなたの声に応えるために、何を置いてもあなたに聞き従うために。この詩をですね本当に一晩で暗記したと、言っていましたけれども、本当に私もそのように思います。サムエルのように素早く、そしてさとく聞こえる耳を与えてほしいと、本当にこう、何を置いてもですね神様に聞き従うために、神の声が聞こえるようになりたいと、私もそのように願う一人であります。私たちの神は語る神です。ではどのように語るのか、まず、大方この方法が大部分だと思います。聖書の御言葉を通して神は語ります。私も本当にこの聖書の言葉を通して神様がこのようにおっしゃってるなと思うことがよくあります。そして誰かの証を参照して語る場合もあります。私がよく経験するのが、何かですねこの、著書ですね、本を読んでその証を聞いて、その本の中に証を、聞いてですね、あ、何かの折にですねこの証を通して主が語られる場合もあります。また何かを見ているとき、本当に不思議ですけれども、何かの看板を見ているとき、何かの建物を見ているとき、鍵を見ているとき、ドアを開けようとしたときですね、そのようなときにもですね神様が語ることがありますし、誰かの話を聞いたときに
神様がその聞いたことに対してですね、語ることがあります。また人によっては、まあ、夢を通して、幻を通して、そのようなですね、様々に、語るということは、神様が語るということをですね、もうそのシチュエーションが様々あるわけです。でもどのような方法にしてもですね、やはり聖書の御言葉に照らし合わせて吟味するという必要があります。私たちの神は語る神です。本当にいろんなことを通して語られる神です。そのことをまず知ることが必要です。そしてまた、神の語ることに耳を傾けることに注意を払う者に神の語りかけが分かるようになります。よくですね、まあ、預言者の務めをしている方々の、まあ、預言を受けることもあります。まあ、本当に自信を持って神は言われますという方もいらっしゃいます。でも私はですね、本当にこの、まあ、時々ですね、その神が語っているということに対して、例えば、否定的なことを語られるとすごくですね、何かこう脅迫観念を覚えたりですとか、まあ、そういうことがあるので、まあ私たちが気をつけなければならないことは、神が語っていると思うけれども、神が語っていると思うけれどもどうですかとですね、まあ、なんて言うんでしょう、促しを与える方が聞きやすいかなと思うんですね。ですので、まあ、神様が語る時に、まあ、本当に注意深く耳を傾ける、そのようなものには神様の語りかけが分かるようになります。ですから私も、あ、そのように神様があなたに対して言っているような気がします、どうでしょうかというふうにですね、お伺いを立てる聞き方が一番いいのかなと思います。なぜなら神様も私たちに対して語るときに、私はそう思うが、あなたはそれをどう選択するか、どう受け取るか、どう思うかというふうにですね、聞いているような感じがするんですね。ですから確かにはっきりとそうしなさいと言われることもあるかもしれません。でもやはりお方の場合、神様は私たちの許可なしに何かをすることができない神です。神は本当に制限を受けることがない神ではありますけれども、私たちというですね、この、自由意志を与えた人間を置いた以上、やはりこの自由意志をですね、あなたはどうしますかというですね、お伺いを立てる神でもあります。ですから、私たちはですね、本当に聞いたと思うならば、本当にそれがそうかどうかですね、確認作業をすることも重要ですし、またそのように注意深く聞く者に対して神様は必ず分かるように語りかけてくださるということですね。そしてまた神の語りかけは、多くの場合、私もそうですが、肉声で神が語っているというのをですね、聞いたことがありません。まあ、このように肉声で聞いたというですね、方も多くいらっしゃいますが、私は肉声で聞こえるというよりも、神様が本当に、語ってくださっているな、このようにおっしゃっているな、御言葉を通してですとか、本当に思いに与えられてですとか、本当にそのような、なんて言うんでしょう、インスピレーションでしょうか、そういったようなものをですね、感じることがよくありますので、神の声を聞くというですね、やっぱり訓練が必要になるなと思っているんですね。私も聞く注意を払うようになってから、その訓練をされてきたというふうに思っています。まあ、十分ではありません、完全ではありません。本当に今も家庭の中にはいますけれども、神様の小さな声、例えばですね、あ、これをした方がいいな、よく私たちはこういう声をスルーするんですね。いや、これは私の勘違い、私の思いに過ぎないだろう。でもそれわからないんですね。その声を試してみないとわからないです。ですから試すというのはですね、まず少し動いてみるんですね。本当に神からの声かどうか、例えば誰かにアクションを起こしてみるですとか、それを試してみるんです。そしてそこでバーって道が開かれた時に、あ、確かに神がその方向で道を開いてくださってるなということがわかるので、その神様の小さな声、私たちの中に思いに与えられた本当にこの小さな声をですね、聞き逃さないという日頃から心がける注意深さが必要です。ですからこの、ビル・ハイベルズさんもですね、そのことを何度も何度も経験して通されて、神様は本当に大切なことこそ小さな声で語るんだということをですね、理解したのでこの本を書いたと思うんですね。で、私もこの本を通してですとか、日々のそういったですね、本当にこの日常の中からですね、神が語るということを注意深く聞こうとする時からですね、確かにこの訓練が始まったと思っています。ですので、私たちは
神の声を聞き取るためには、神との日頃からの信頼関係、語り合う、交わるということがとても必要になってきます。本当にこの神様から聞きたい、神様に本当にこの神様との信頼関係を持ちたいと願わないところにですね、この語り合う、交わるというですね、そういった行為が生まれませんので、やはり私たちは神の御心に対して心を注いで聞きたいと願うことが鍵になります。私たちは神が語ることを聞く、祈りを始める、そのことが重要です。そして今日から私たちは神に聞くという祈りをですね、始めることをお勧めします。フルーツラジオ、今日はこの辺でお別れです。今日は神の声を聞く、小さな声に耳を傾けるということについてお話をしてきました。今週1週間も、皆さんの上に神様が豊かに語ってくださいます。神の御声に耳を傾け、よく聞こえるサムエルの耳が与えられますようにとお祈りいたします。来週は生かされている目的についてですね、パート1をお届けしたいと思います。それではまた来週。ご案内は中金久美智子でした。さようなら。